マスターは、私のことを十分理解していることでしょう。もちろん、私もあなたのことを十分重要視しています。細かいことはどうでもいいのです。マスターとサーバントであるということ。ただそれだけが重要なのです。マスター、いつの間にいたのですかわざわざ部屋まで赴くとは、 何か理由があるのですね信頼を深めるためというのなら仕方ありませんねこれもマスターのサーヴァントになった宿命ですからマスターはよく私に会いに来られるのですね私は特に話すことはないのですがうんマスターは私に興味があるのですね 古い英雄ですから、それも当然でしょう。何か昔話でもしましょうか一人でいる方が、落ち着くのは確かです。けれど、マスターと話して過ごすのも悪くない。この不思議な感覚は一体。マスターとサーバント。ただそれだけの関係以外に。 何か秘密があるのだろうかマスター私はあなたのサーバントですこのアルるナ、マスターに真摯に仕えることが何よりの喜びマスターに対して忠誠を誓い働くそれこそが正しいサーバントでしょ何か間違っていますか マスターはいかがでしょうサーヴァントとしての働き以外に、私に何を望むのか。最近、少し気になって仕方がないのですが。マスターと同じ時間を過ごす。そして親密になる。戦い以外に、サーヴァントとしての使命があるのか。 これがお互いの絆を深めるということなのですかお互いを知るマスターが私を知るしかし私の心を覗き見るような行為は望ましくないマスターあまり私を見ないでください マスターあなたは運命というものを信じますか今回私が召喚されたのはまさに運命と呼ぶべきものたまには翻弄されるのも悪くありませんね <laughs> いや、これは少しおしゃべりが過ぎたようです失礼しましたマスターそこまでです それ以上踏み込むようであれば、私は、あなたの重荷となってしまう。心苦しいですが、今はこのままがいい。そう。時に、踏み込むことが正しいとは限らない。絆が決して上辺のものでないと確信できるなら、私は、全身全霊をとして戦いましょう。 我、ルジよ。さあマスター先に進みましょうあなたはいついかなる時でも諦めぬ不屈の化身なれば私はその矢として立ちふさがるものを排除するたとえそれが血を分けた兄弟だったとしても私は 喜んで戦いに赴きましょうお前がマスターか約束しよう俺の命ある限りお前を庇護し続けることをもっともこれは俺の問題であってお前の問題ではない気にしなくてもいい自由にあるがままに振る舞うがいい俺はお前のサーバントであるしお前は俺の主人だ この事実は変えようが湧くば最後の瞬間にお互い笑顔で別れられるといいのだがあらかじめ言っておくがコミュニケーションというものが苦手だそこに期待されると困るランク E だからな俺はお前のサーバントだ遠慮せず存分に使うがいい俺はもうしばらくここにいたいと考えている 損徳の話ではなくこの槍はお前の敵を倒すものだ前線に出られないお前の代わりになそれで構わないだろう俺も英霊だつい強敵を求めて前線に出てしまうお前を危険な目に遭わせてしまう時もあるがそこは多めに見てくれ何カーチェイスのようなものだん知らないのか 知識深いマスターが無駄に派手な戦闘をそう呼んでいたが気づいていたか俺は心が大きく揺さぶられると同じ言葉を繰り返してしまうことに気づいていたかうまくごまかしてきたが告白しよう俺は元来暗い性格の男なんだ隠していてすまないすまない 俺は恵まれている。特にマスター運など文句のつけようがないこの運があれば人を見る目は必要あるまい俺が人に騙されることが少ないのはそういうことなのだろうお前にとっても俺というサーバントがそうであるといいのだがお前のことは嫌いではないいや俺の主観の話はどうでもいい戦いには左右されない 俺は俺のありようとしてお前を守るそのあり方に居心地の良さを感じるからだ不服か不思議なものだお前と俺がこの部屋でもう何十年も一緒にいるような感覚だ我が主よ俺がマスターとこれほど息の合う時間を過ごせるとは思ってもみなかった感謝する 君も物好きだな。わざわざ私の部屋に足を運ぶとは。目的はお茶とお菓子かね。まあ、用意はするが。そろそろ完食として出すお茶受けもネタが尽きてきた。どうだね買い出しついでに食べたいものを探しに行かないか。戦いへの順応性はもう一人前だな。 所詮からは比べ物にならない指揮者ぶりだ私も古株として鼻が高い何頑張ったからご褒美うん紐の太さも相変わらずだな最近は随分と私の特性を生かした指揮をしてくれるなこちらも安心して戦闘に専念できる感謝しているよ何 素直に礼を言うのは珍しいまあ言われてみればそうかもだ俺もいつの間にか苦手になっていたなこれだけ名だたる英霊がいるというのに俺にかまけるとは物好きなマスターだそれとも腐れ縁ならではかと言いかんだ。素直に素直によし。 これからもよろしく頼むよマスター感謝の気持ちに食事でもどうかな体には気をつけてああいや違うなどこであろうと油断しないように君が生きていてくれればそれでいいあんたを評価するにはまだ日が浅いが悪くはねえどうあれサーバントの心境なんざ気にすんな 俺は今あんたのやりであんたは俺のマスターそれだけのことだろおうおうキャンプを走り回ったらね勝ちたけ走れ戦場じゃ手を抜いた方が負けるあんたはその辺信用できそうだ正直俺は運が悪いからな下手なマスター引いちまうこともあったんだがこっちだとマスター運はいいみたいだな いやーいいね俺に理解あるマスター絶え間ない戦場憩いの部屋最高じゃねえかあんたはちゃんと満喫してるか気遣いはいいことだが我慢はよくない俺にできることがあれば言ってくれあんたも人遣いが荒いねま昔から無理難題には慣れているがね好きなだけこき使ってくれや いい顔になったなマスターこれだけ経験積んだんだそれも当然かあんたの努力は誰よりも見てきたつもりだぜここまでしてもらっちゃ俺も負けてられないなこのやりであんたの望みを叶えてやる空風林って何は意味があってなクランの冒険話せば長くなる気が向いたら調べてみなあ どうしても聞きたいしょうがねえな今度釣りにでも行った時に話してやるか俺と過ごした時間はどうだったあんたがどうだかは分からねえが俺は上々だ気持ちのいい戦場だったいつまでこの時間が続くかは分からねえがあんたが構わないってんならそばに置いとけ猟犬として最後まで付き合うぜ 従者ガウェインこれからお仕えさせていただきますマスターの期待に応えられるよう努力しましょう戦況は波乱含みですがこの野営地は穏やかですねそれもあなたの人となりがなせること大変よいあなたは信頼できる方と十二分に理解しましたこのガウェインこの平穏の助けになるよう奮戦しましょう 一時の契約ですがこの忠義はかりそめのものではなく私は良いマスターに出会いました我こそは太陽の騎士ガウェインこの政権にかけて必ずやあなたを勝利まで導きましょうここまで信頼していただけるとは騎士として実に喜ばしい信頼には忠説を持って応えるもの。 あなたが目指す決着に向けて私も邁進させていただきます連日の戦いでお疲れのようですね私のような武骨者ではもてなすことはできませんがどうぞゆっくりお休みくださいこの部屋にいる限りいかなる賊の手も及びませんのでああそれともサラダなどいかがですかあなたとの会話は楽しい かの王ともレオとも違う感覚ですかりそめの宿ではありますがもう少しこのままであんたがマスターかいこいつはいい気弱なくて済みそうだんじゃまあこれからよろしく頼んますわとはいえ俺にあまり期待しないようにそこまで正義感熱くないんでそれなりには働かせてもらいますがね あんたと気が合うかどうかはまだ分かんねえな今までうまくやれていると思うけどさまあこうしてあったのも何かの縁ですしいろいろ見させてもらうぜマスター気苦労多いのにあんたもめげないねたまにゆるいけどなこっちも腐ってはいられねえっつかあんたの下なら真っ正直に戦ってもいいってところかね 改めてよろしくなマスター俺と話していて飽きませんかねマスター <laughs> 俺は楽しめてますけどどうせ話すなら酒の一杯でも欲しいとこだけどなマスター息抜きにどこか出かけないか何こもり続けちゃよどみもたまる外に出てすっきりするのもいいもんですよ マスターの心情や覚悟は十分理解したつもりだ鋭くもありそして芯がありそれでいてしなやかでそうさながら弓のようだってわけでこれからも俺が一本の矢としてせいぜい支え続けさせてもらいますか!?「工夫が足りぬぞマスター今日もまずは月の練習から始めようかいや たまには趣を変え槍について教えるのもいいな <laughs> どうやらわしは自分が思っている以上にお主との修行の時間を楽しみにしているらしいこれからもわしの戯れに付きあってくれ不思議なものだな主従の関係でありながら師弟の関係というのは試合もいいがこの感覚もまた格別だ技のさえは赤子 月の速さは亀のようだが、お主はわしの自慢の弟子の一人だ。これからもたがわず精進するがいい、マスター。戦いの中でこそ血湧き肉を踊るわしだが、お主との時間もなかなかに気に入っておるのだぞ。なんだその目は、信じておらんな。マスター、ねえ、マスター、僕を選んでくれて本当にありがとう。 あまり強くないサーヴァントだけど一生懸命頑張るよマスターも知ってると思うんだけど僕は弱いサーヴァントなんだよねでもねでもね君の支えがあればそう簡単に負けはしないそんなふうに確信できるようになったんだ楽しいなほんと楽しくて仕方がないよ いろんなサーヴァントとこうして過ごして君と一緒に毎日大騒ぎそして僕たちは最後に勝利するんだ君と僕の意気がぴったり合っているからね当然で必然の結論ってやつじゃないハム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 もうマスターもお弁当いるいいよいいよほら人参とパセリとセロリとブロッコリーあげる あげる。ああ、少し太ったかな。ねえマスターどう思うなんか二の腕のあたりがプニプニっと。あ、う、あ、ん。ねえねえマスターそんな深刻な顔しないでよ。ほらスマイルスマイル。イルねえねえマスター。 最近の僕ちょっぴり強くなったと思わない前よりも安定して活躍していると思わないうんマスターのおかげだきっとマスターの成長に引っ張られて僕も成長しているんだよ少しはいやあマスター最近はよく一緒に戦うね強い弱いじゃ測れない僕の魅力に気づいた <laughs> 僕にメロメロか。 まいったなあねえマスターマスターってばもう無視しないでよ用がなきゃ呼んじゃいけないなんてそんなの嫌だよねえマスター僕は君から最高の日々をプレゼントされてすっごい幸せなんだ君はどう僕と過ごした時間 どうななのかなあ今は答えなくていいよ答えを聞いちゃうと夢が終わっちゃいそうだもん今だから笑い話だけどさ俺あんたの前に出るときはかなり不安だったぜ何しろまあペーペーの新人サーバントだ速攻で見切られて自害させられるってルートもあるんじゃないかなっていや実にカッ悪かったな だがもう確信してる俺は一生分の幸運に巡り合ったってなさあマスターかっこよく行こうぜおいマスター「日本茶」っつうのかあれまた入れてくれいいじゃねえかたまには甘えさせろっつうのああかっこよくありたいね切実にそう思うよ結末がどうであれ かっこよければ全てよしだそして願わくばあんたの記憶に俺が刻まれたならなおいい塵になってこの石が消えたとしてもそれが残るならまあ悪くないさどうだマスターあんたから見て俺はかっこいいサーヴァントか他の誰よりそれが気になるんだ俺にはな なんでかっておいおいそいつは野暮ってもんだぜあんたがマスターだからに決まってるだろ貴様がどこまでやれるか見ものよなせいぜいあがくがいい返り血程度であれば受けてやろうやはり俺の目に狂いはなかったかいや当然のことよな 何をほうけているか雑種。俺もそうだが貴様もまだ本腰ではなかろうそろそろ本性をさらけ出せ俺が退屈だここ最近の戦いぶり悪くないそうさなあ一階のサーバントにならばふさわしいマスターといったところかその努力に免じて 今しばらく付き合おう俺の盛大な気まぐれに感謝するがいい盛大だからといって安売りではないぞザシュ、そろそろ雨が欲しくはないか何いらぬ急にどうしただとそうか何気まぐれというやつよ 俺も俺自身に驚いている気まぐれがこうも長く続くとはな貴様はつくづく運にだけは恵まれている雑ュ余興の中の余興をするか貴様がこれ以上俺を楽しませたとしようその時は俺の本気をお前に貸し与えてやる <laughs> <laughs> これを笑わずして何を笑うまさか貴様がここまでやるとはなよい認めようではないか確かに俺を楽しませた涙して喜ぶがいい貴様はこの世の最たるものを目にするだろうほほう,ほうなかなかの面構えよマスターとしての覚悟はできているようだな ならば話は早い。世と共に戦場をかけ、蹂躙を干させよ。簡単なことであろう。お主も随分たくましくなった。まさに伸び盛りといったところか。世の若い頃を思い出すわ。うん、こちらも負けてはおれんな。軽く遠征してくるとするか。まさかとは思うが、お主。 世に遠慮しておるるのではあるまいな連戦強敵難関構うことはない全て世に任せようこのイスカンダルお主であれば疲れ知らずよどうだマスター世とお主とで登ってきたこの頂から見える風景実に格別であろう一人で極める山ももちろん良いが こうしてほうとともに味わう絶景は最高だな世界は広いまさに果てなき遠征よ。うーん素晴らしいぞ我が軍の充実ぶりはこの短き間によくぞここまで勇士を集めたものよマスターお主の人望の賜物だなあなたを見ていると <laughs> 思わず乙女のごときトキメキを覚えてしまいます芸術への高ぶりを抑えるのに苦労をしますよ本当にあなたを私のコレクションに加えたくなりますね <laughs> 冗談ですよいけませんねやはり私はこの手の話術は思うようにいきませんね あなたと共になら思考の芸術を完成させられる気がするのですどうでしょうこのあとに素材探しにでも行かないですかそうですか嫌 <laughs> いやですね子供のように騒いでしまったどうもあなた方といると私が失ったあの光と共にあるよう錯覚するようですいやはや。 本当に我がある主よどうかお忘れなきようにこの不祥ょるジルドレこれからもあなたの右腕となりあなたへ最高のクールをご覧に入れましょう、えー ブーッ飽きもせず私をよく使うまあこのくらいの幅はあると分かってはいた凡人であれ日々努力すればそれなりになるだが その努力というやつは日増しに重みを増していくものだお前はどうやら忍耐という知性だけは人一,一倍らしいふわっとした大物かつてお前を総評した者がいたようだがふん、<laughs> 言えて妙だな実に平凡なマスターが数々の英雄と共に セラフの人類の危機に立ち向かう波の人物ではその重圧でいささか歪むというのになおやマスターいえ神王お出かけですか出撃であれば友をするとしましょうサーバントアルキメですシステムの管理者ではありますがそれなりにやりますよ私は この先も私との関係を続けるつもりですか私は計算上はソロサーバントに戻ることが最善だと。計算上はですが。よもやこのような小娘がマスターとはな。仕方がないか。セラフとやらは何を考えているのだ。私が貴様のマスターになるというのなら。 まだ理解できなくもないが我がマスターであるなら世の愛を受け止めよ神の愛に包まれ同化することこそ世界の安寧微笑みの日々の到来であるなぜだ世の愛を受け止めることは耐え難いことなのかおおマスターよ 世と帯同することで指揮官として急成長を遂げているようだなうーん手がかからぬのはいいことだが小言の一つも言えないのでは少々つまらんな先ほどイスカンダル王に誘われたのだが私は陽気な酔っ払いが苦手でな適当に理由をつけて逃げてきた まってくれマスターよ貴様が世の信仰に相入れぬものを感じていることは薄々承知しておるおそらく世の愛より広く大きな概念の愛我が愛をも内包する愛を貴様は報じておるのであろうであれば世は貴様と対立するわけではない 公的な場ではよ、私的な場では私大雑把にそう使い分けているつまり今の私はくつろいでいるというわけだ <laughs> もはや貴様をマスターとして偶するのは役不足だと思うそう率直に言って 我が娘となってくれ。いや、返事は今でなくて構わぬ。